先に進むわよ。 大丈夫だ。 やりましたね。君もすっかり。 ようやく一区切りみたいね。 上等じゃない。 Thank you.
殲滅完了。あっ、ほらほら、君も遠慮しないでどんどん行っちゃいなさい。あ、次こそ生頼んじゃう？
お届けした曲は今注目の若手演奏家エリオット・クレイグによる光さす空の下ででした。徐々に人気を高めている彼、お姉さんも有名なピアニストで、今の伴奏も彼女が担当されたんだとか。とても楽しみですね。さて、続いてはリスナーからのお便りのコーナーです。帝都近郊在住のラジオネームゆるふわミントさんから。ミスティさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。私はとある学院の学生なんですが、実はちょっと気になる教官がいるんです。以前から一生懸命アプローチしてるんですが、なかなか本気に受け取ってもらえなくて。ミスティさん、どうか良いアドバイスを。いわゆる恋の悩みですか。それも生徒さんの先生への秘密の恋。あれ？でも教官っていうことはちょっと特殊な学校なんでしょうか。なかなか興味深いですね。あんまりうかつなことは言えませんが、来週には帝都の夏至祭もありますし、街巡りに誘ってみるのはどうでしょう。ここでポイントなのは、あくまで先生と生徒の関係は踏み越えないこと。例えば歴史を教えている方だったら、帝都の歴史が知りたいなんて頼んだら、学校の授業の延長線上になりますよね。そんな風に一緒の時を過ごしていけば、いつしかお互いが特別で大切な存在になって、卒業する頃には。あ、そこのあなた、他人にアドバイスする前に自分の相手をとか思いませんでした？私は皆さんのミスティですから、今はそれだけで充実して幸せなんです。それでは次のお便り。
あ今週はこの辺で。先ほども言いましたが、テートでは来週から待ちに待った月祭が様々なイベントをみんなで楽しむもよし、懐かしい友達との再会もあるかもしれません。夏らしく暑くなってきた今日この頃、急な天気の崩れなどには気をつけて、思う存分楽しんでくださいね。パーソナリティはミスティでお送りしました。 See you again。 次の夕べの時間に。
一度は諦めた課外授業だけど、こうして何とか実現できた。これからもどんな無理難題だって乗り越えていけるよね。文系がネックやな。うん、頑張った私。ちょうど平均とは。よかった。一応平均以上よね。いい感じだな。少し上を狙いたかったわね。あ、結構いい順位です。こんなもんか。よかった。まあまあかしら。想定範囲内ですね。さすが帝国の名門。そうが厚いな。頑張りました。1位と2位は
ーバルエンジン始動、各種アクチュエータ、アルティナオライオン、ゴライアスノアの動作テストを開始します。崩れた、もらった。いいぜ。
参る。引いているな。このままを。今だ。やい。俺の番だな。耐久力が低下。神器を使うがいい。俺の番だな。マイ。ハ。崩れだ。やい。行くぞ。行くぞ。はっ。今だ。やい。俺の番だな。はっ。俺の番だな。はっ。今だ。やい。マイ。ラーメン。俺の番だな。新規発動。俺の番だな。て。今だ。やい。俺の番だな。
私は…アルティナ、大丈夫か？リーン、教官…あれ…私は…アル、大丈夫？意識が戻ったのか？皆さん…私、模擬戦で皆さんと戦ってて、どうやら記憶が混乱しているみたいですね。ま、怪我はなさそうだな。とっとと降りろや。74番、条件を満たしつつあるかならば、最終シークエンスの準備を始めるとしよう。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。この調子で励むがよい。
特別演習も4回目。もはや手慣れたものだろう。ただ慣れは人を鈍化させ、常在戦場の魂を錆びつかせる。今回私や博士が同行するのは、緊張感を保てるようにとの親心とでも思うがよかろう。思えば2年前も月祭の帝都でテロリストによる騒ぎがあった。まあ裏でとある大貴族が支援していた事実もあるようだが。そうなの？ええ、帝国解放戦線海援校がスポンサーでしたね。しかし現在テロリストよりも厄介な連中が入り込んでいるらしい。結社でも両兵でもなく、帝国に伍する大国の工作員どもが。文校長、完全に暴露してますね。ま、心中察するぜ。いや、もう諦めている。だが必要以上に警戒する必要はない。そなたたちはオルディスのラマール州の危機を救ったのだ。列車砲という常識外れの兵器を前に一歩も引かず、獅子の果敢を持って。ならば帝都での演習目的は一つ。そなたらの誉れが偶然でなきこと、見事証明してみせることであろう。ゲスマン、おいおい、なんつう葉っぱかけだよ。さすがは大将軍というか。正規軍と情報局が未だ警戒するのも頷ける。それで指摘した箇所の調整は終わったのか。はい、アクチュエーターの出力制限を自動的に可変させるようにしました。それと着地時の姿勢制御を。みんなしっかりね。くれぐれも気をつけて。うちらも月祭にはそっちに向かうからな。演習の成功お祈り申し上げます。はあ、あいつら行っちまったか。結構ヤバそうな感じだけど、ママと相談してみっかな。トールズ第二分校、いよいよ帝都デビューみたいだね。さーて、企画書をまとめたらマイケルディレクターと相談しないと。部長のおっしゃった通りですか。いつでも動けるよう備えておく必要がありますね。
かかってきな。